どうも、翼です。高卒18歳、自動車関連製造業の1年目7月の給料について語ります。何もね、不要な給与明細書がある方は Twitter にお送りくださいませ。チャンネルフォーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数の取れた方はね、詳しくは Twitter をご覧くださいませ。ではいきます。ちょっとね、総支給額しか載ってないんでね、もうちょっとしたら10秒ぐらいしたら打つとかなと思います。はい、ではいきます。総支給額は21万927円ですね。まあ、高卒の1年目でね、これだけもらえたらまあいいかなと思いますね。で、差し引き支給額が17万1965円ですね。はい、まあ、大体3万9000円ぐらい引かれるんですかね。はい、終わります。